広島土砂災害から今日で10年。広島市安佐南区緑井では、被災後新たに建設された砂防ダムに追悼のメッセージが映し出されました。また25人が犠牲となった安佐南区八木の県営住宅の付近では、土石流が町を襲った午前2時半を前に、地元の有志が 8.20 の形に並べられたキャンドルに鎮魂の火を灯しました。そして慰霊碑の前には、静かに手を合わせる遺族の姿がありました。若松淳二さんと妻の直美さん、あの日結婚したばかりの娘夫婦と、娘のお腹にいた孫の3人を亡くしました。僕らからしたら10年って、まあ、あんま関係ない、会いたいし寂しいし悔しいしというのは変わらないですよね。夜が明け、安佐南区の梅林小学校では献花会が開かれ、松井市長が訪れて追悼の言葉を述べたほか、地元住民などが犠牲者を悼み花を手向けました。この献花会に特別な思いを持って向かう男性がいます。辰川新造さん、87歳。流れた時間になったら兄貴の夢が出てきてね、うなされて、うわーって大きな声出してから目が覚めるんですよね。あとはもう自分もなんかボロボロ泣いてるね。近くに住んでいた兄夫婦を亡くしました。この10年忘れることがなかった名前にそっと手を添えます。ここは生えてるんですよね。なんでお前こんなところにね。助かったけど。辰川さんは被災した翌日から写真を撮りためてきました。被災の状況や町が復興していく様子などが残されています。いつの間にかポケットからカメラ出してね、一軒ずつ両サイドをね、みんな家がこう半壊になってるでしょ、あれ一軒ずつずっと見て歩いたんですよ。アルバムの最後の1ページは、復興を遂げた町並みを収めたいと話します。やっぱり完成させたい。させたいね。あの日の記憶を忘れないためにも、被災地では今も鎮魂の祈りが続いています。